はいどうも佐藤ベートーベンです。今回はテクスチャーが入れ替わったワールドで遊んでいきたいと思います。イエーイ。あれなんちゃう？イエーイというわけで、今回はですね、僕、なゆさん、ななちゃん、ルビーで飛龍ゆ、プリティですね、あのナイフってやつがプリティね。はい、ということで、6人で、サバイバルですね。目標は、ネザー到達ですね。はい、でやっていきたいと思います。このワールドの、ブロックのテクスチャーですね、全て、入れ替わってます。だから多分この今目に見えてるこのなんだこの解消ブロック、これは多分石です。でここにそう、このコマンドブロックの見た目してる何かもあったりとか、何かの見た目してる何かもあったり、あるするので、とりあえずだからその何のブロックか何のブロックかもちょっと考えながらやっていかないといけないっていうところもあるので、まあ、頑張りましょう。ね、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。とりあえずあの木は見えてるじゃん。ちょっと木取り行こうよ。木、こっちこっちこっち。そっちそっち。わわわわわ。これ木？これ木。これ木と言っていいんですか？いや、これはね、ジャングルの木の丸太です。あのついでに採取した状態でもジャングルの木の丸太に見えないです。インベントリ開いても全然違う木に見えます。木には見えないです、到底。なるほどね。あ、これ歌詞だわ。待って、いうか、やっぱそこ待って待って待って、これ見て、後ろチェストやばほらチェストもある。ええチェスト、ええチェストじゃないチェストじゃない、なんだこれ、なにそれ、なにそれ、えそれ作業台やばあ、っていう今日ワールドです。あ、ということでやっていきましょう。頑張りましょう。だから頑張んなきゃいけないんですよ。もうネザー到達まででもうしんどいんですよ結構。何がないんだから、まあ、鉄がどれかわかんないから、ね、だからマグマも最悪マグマの見た目してない可能性があるんですけど、まずこのチェスト何これ、何なのチェスト、これ何チェストって、チェスト土なんだ、やばチェスト土土やばえ、じゃあチェストに見えるものはすべて土ですってことでしょ。えーってか、なんでこの、あ、鉄見つけた、鉄に見えるものを見つけたってこと、どういうこと、なんでこんな鉄じゃん、え、なに鉄、あ、え、え、これ原鉄じゃん、あ、鉄あったの、ええ、どういうこと、え、え、あ、え、それ鉄ブロックなの、あのさ、最初にさ、あのさ、あったじゃん、あの山の上にさ、あのあった黒にさ、あの赤の線入ってるやつ、あのベッドみたいな見た目のやつ、あれ鉄、やば、え、終わりじゃん、マジか、ちょっとじゃあ石掘ってさ、石それ全部この後ろのやつ石、こっちじゃん、やば、あら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 、勝ったか俺たち、早いな、勝利宣言じゃん、もう40分かかる予定だったのに。チェスト作ろう、本当のチェスト作ろう、そうだね、チェストがないね、本物のチェスト作ろうぜ、食料が欲しい、そうね、食料が欲しい、あ、そうだね、食料も手に入れないとね、食料、あのモブはね、普通のあれだから見た目してるから、なんだこれやば、なにこれ、なにこれ、キノコじゃん、キノコのテクスチャーがだからベッドのテクスチャー、だからこの黒いやつってそういうことか、あのさ、赤、あのベッドのさテクスチャーってことだよね、だから要はあの鉄のやつもだ、ベッドのテクスチャーでその見えない部分っていうか透明な部分が黒になってるってことだよね多分。あ、チェスト、とりあえずチェストを、だから本当に全てのテクスチャーで、だから本当に全ての置いて、え、チェストどれ、チェスト今置くけどどこがいい、え、それチェストじゃない、それチェストで、それ本当に、え、どういうこと、それチェストってこと、あ、チェストだ、え、チェストもチェストの見た目してるわ、これかまど、かまど作った、オッケー、ナイスです、え、どれ、これ、え、これかまど、これ違う、なんかすごい全部の面で違う映像になってるんだけど、泡のテクスチャーってことこれ、一回死ぬ、え、なになにそれ、なに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 それ、松明
松だ。松すげえ。見て松明。やば。やば松明。こうなるとなんか全部確認しないといけない。うわあ、黒のウールも全然違う。なんなんだこれ、頭バグりそうになるな。なんかすごいよこっち側。ないし、やばいって。来て来て。ちょっと離れたらもう異世界だって、異世界。ただの。異世界だもん、ほら。うわー、やばいよこれ。何これ。なんだこりゃ。異世界すぎん、こっち。なにこれ、何が生えてんの。これ何これ。それ何。いや、たけー。あ、たけたけたけよ。どうしたたけ。たけか。やば。竹、え、じゃあだからなんか白いやつからなんか生えてるもんね。やば。あ、何。次見つけなきゃいけないのは水たまりとマグマだまりですね。見つけなきゃいけないの。なーちゃん、あ、水は見つけた。あ、え、はい、これ、あ、はい、あ、なにこの水、なにこれ、なにこの水、汚い汚い水が、あ、ちょっと、あれ、え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 、用がある、用がある、用がある、え、どこ、だまりだまりってことでしょ、多分。じゃあ、え、どこどこ、ひりゆし、どっから行って、今掘ってた、もしかして、ひりゆし、あれ、で、てか、その場所把握しますわ、マグマの、うん、割と近いんじゃないのっていうか、だから、要は、何この地下がおどろおどろすぎるんだけど、やばいってこのなんか、うん、鍾乳石、嘘、うん、え、ていうかあったんだまり、いや、だまりじゃないんだよ、あのね、ちょっと分かりましたよ、見た目はどんなものか分かりました、共有しますんで、ちょっと皆さんに。はい、これ溶岩らしいです。溶岩、溶岩、溶岩ってなんだっけ、み、緑です。やべえじゃん、これのだまりを見つける必要があります。この謎の液体のだまりを見つけてください。そのだまりをね、見つかりました。見つかるかな、見つかるかな。洞窟に攻めるか、そうだね、マグマ、あのさ、みんなでさ、まあ、バケツとか持って、うん、あれ、バケツ、バケツ、あ、違う、今チェストどれだ、どれがチェスト、これ、これ、え、あー、これがチェストか、あ、危ない、チェストはチェストなのか、バグるな、本当に。どうした、みんな、すげえ、鉄はすげえ発見しやすい、このベッドのテクスチャーのやつ、マジでわかる。コマブロは何なの、結局手に入った、わかんない、あ、コマブロが石炭なんだ、あ、そうなんだ、あーはーはーはー、鉄って何個ぐらいいりますか、鉄、まああればあるほどいいんじゃない、はい、うん、まあどちらかというと鉄よりも早く無限水源作って全員に水バケツ持たせた状態にしてマグマだまりを見つけると、そうね、食料問題も解決したいから、なんだろうね、ちょっと歩くか、あ、でも、あ、待って、水あった、あった、海、海あった、海やった、真っ黒、え、真っ黒、ちょっと待って、真っ黒、こっち、あれ、あれ、え、あれ、え、え、あれ、あれ、あれ、多分海だね、多分海だ、この世の終わりみたいな色してるけど、マジか、うん、あ、無限水源完成、オッケーオッケー、じゃあ、うん、とりあえず一旦地に戻りでもいいから、ちょっと拠点集合するか。うわあ、
これサバイバル企画の時にね、厄介さを感じる。でご飯食べないと死ぬから。と、あ動画的にあんまよろしくなかったね、今。